武田軍は三方ヶ原の戦いに勝利、信玄は上洛を再開し三河を制信した。だがその途上、突如武田軍は上洛を断念、故郷甲斐へと軍を返した。家康の盟友戦国二部を敷く織田信長は三千丁の鉄砲軍団を持って武田軍を追撃、長篠の地でこれを捕らえた。虚勢落つ、信玄病に死すの方が密かに飛んでいたのである。わしの王道の夢必ず。第4話、長篠の戦い。王道じゃの。英傑信玄、上洛の途に病死すか。影武者をとて我が死は覚せ、きっと上洛すべ。親方様、親方様。なんてな。敵の忍びは信玄公の死を告げるべく言っちゃいましたよ。さすがです親方様。これで軍を返せば必ずや信長は我らを追撃してくるでしょう。一つ聞いてもいいですかね。うん。素直に上洛して括弧撃破すりゃいいのに、なんでこんな茶番を。これは信長だけとの戦にあらず、最強の信長鉄砲軍団を打ち破ることで他を戦わずして屈するのじゃ。あと一気に型をつけたかったからじゃな。面倒だし。信玄坊主よ、武田を滅ぼし宇野が供養をしようか。おお、そうかね。武田氏、生きていたのか。いざ尋常に勝負。左近は北の原に向かい、わしは長篠城を奪還してからや。やりまするな。この城は渡さぬ。いざ尋常に勝利。敵将を討ち取った。とぼけた顔してやるじゃないですか。本陣は信玄公のご子息を武田が守ってるんだが、あの御陣は頭に血が上りやすいんで心配だよ。死なせないようにお前に言うな。
長篠城の守りを。敵将を討ち取った。お見事にて揃う。ゲストリデを奪うぞ。ニガストリデはこの戦の要、何としても守りきれ。敵将を討ち取った。お見事でございますな。また王道に一歩近づいたかと。ここを奪われると本陣が危険じゃの。進め、武田を無に帰すのだ。この光秀の働き、しかとご覧ください。名のある武士とお見受けいたさ。どりゃ敵将を討ち取った。そう、やりまするな。よっしゃ、わしの活躍見とれ。せりゃ、本田平八郎忠勝、参る。さてと、そろそろ参りますか。天下のため、貴公には消えていただく。そんなふりをして我らをおびき寄せると、クレム人が三方ヶ原のようにおびき寄せられた。あなたの王道に世を救う力は、信長様こそ唯一世を救えるお方。お見事でございますな。見事な手前、引かせていただきます。さすがです、親方様。敵もいさや、これまでか。信長は鉄砲を三段にして連射できるようにしておる。しっかり川を越えたら、知能せよ。勝頼様、見印頂戴いたす。我よ、越えて行け。名のある武士とお見受けいたせ。信玄、我が部により討ち取らせていただく。天は言ったかとは避けときたかったんじゃがな。おお、果たしてのおまざる。敵将を討ち取った。とぼけた顔してやるじゃないですか。また王道に一歩近づいた。
私が天下の知恵者秀吉じゃ。信玄公の軍力に救われましたよ。なんてまだ生きとるんじゃ。まだまだ遊び足りんのじゃよ。そりゃよし、お天道様の恵みに感謝じゃの。進め、風のごとく速く、火のごとく激しく。敵将を討ち取った。おお、やりまするな。逃げるが勝ちや、最後に勝ていい。なるほど、雨が降れば鉄砲は無力。さすがです、お館様。よかろう、ただなすがままにほふれ。勝家、武田をほふれ。いざ尋常に勝負。中目、何を企んでいる。敵将を討ち取った。お見事にて、そら。ちょっと待って。牙を突き立ててあげます。命の捨て所我が前と定め。ご霊魂はそろそろ休まれてはいかんの。死に勝ちしこと誇りに思え。あなたみたいな人嫌いじゃないの。よりをいじめるものではないわ。
いざ戦わん。燃えてきたわい。また王道に一歩近づいたかと。一生を討ち取った。おお、やりまするな。一生を討ち取った。お見事でございますな。年寄りをいじめるものではないわ。門は固く閉ざされております。やるじゃないですか。
さて、そろそろ終わりか。いざ戦わん。この信長に抗うなど無価値。援軍感謝いたす。ここでは無で時代を変えようとしておるよ。討論をして世は変わるよ、信長。やりまするな。わし強すぎかの。